ドジのおかげで取れ勝負なくなったんだ。あの水兵さんなんて言い方やめてよ。言うのは怖いの？いや、そうじゃない。言わなくても分かるはずだからだ。それは分かんないことないけども、中には誰のこと言ってるのか分かんなくて、自分じゃないかなと思う人がいるかもしれないでしょ。そしたらその人は罪もないのに、兵装がはっきり言わなかったために嫌な思いをしなきゃなんないじゃない。そっちはかわいそうでしょ。そうじゃない？そう思わない？何をつべこべわけ。アル・クラウザーっていうのは誰だ？ああ、私です。テレビ局から魅惑のキスという番組で歌ってくれと言ってきた。休暇を手配したから行け。ありがとうございます。でも歌えるというだけで、私一人だけ休暇をもらうわけにはいきませんので。というのは、ある兵曹がある部下に休暇をやりたがらないために、みんな休みがもらえないんです。よし、分かった。